男女混合で争われます5日間のミドルシリーズ初日の戦い。これよりのカードはオール女子で争われます第5レース予選競争です。1号艇清水亜美、2号艇水口由紀、3号艇北村ねね、4号艇渡辺真奈美、5号艇米丸のえ、6号艇大広咲、以上6選手の対戦です。すんなりと定番通りに収まりそうです。人気を集める清水亜美が絶好枠からインコースに向かいます。前の木は自己点との睨み合い、もどかしい戦いもありましたが、新規に入りまして、その力強いターンを武器に存分に本領を発揮しております。1号艇清水亜美がインコースに侵入、そして2コースは2号艇水口由紀です。こちらも今季上々の滑り出し、前々節の琵琶湖ではファイナルに駒を進めました。この2号艇水口、3号艇北村ねねが3コースの侵入、前節田村貴信がファイナルに駒を進めた25号機を手にしております。ここまでがスロー、4号艇渡辺真奈美4コースの角位置、5号艇米丸の絵が5コース、6号艇大広咲が大外6コースです。3対3、定番通り第5レース予選競争、1番2番3番、ダッシュ4番5番6番、スタートしました。ダッシュ角の4コース、好スタートを放った4号艇渡辺真奈美、3コースからは3号艇北村でね、先制攻撃、3号艇北村の外に段でいった4号艇渡辺真奈美、1号艇抵抗したが流れた、バックスレッジ角まくりから4号艇渡辺真奈美先頭、5号艇米丸の絵が2番手追走、3番手は3艇固まる状況、外から3号艇北村が絞り込む、2号艇水口由紀から粘りますが、わずかに3号艇北村優勢か。第5レーススタート正常、2枠は4号艇渡辺真奈美、5号艇米丸の絵が2番手追走、3番手内をついた2号艇水口が逆転成功、3番手に浮上、上位体系は4番5番2番、レースは2周目に入っています。一定心半の差で4番手から3号艇北村ねねも外から粘っている、内からは1号艇清水亜美も差を詰めてきますが、3番手キープは2号艇水口由紀となっています。2周1マークから向こう上面、角度よく差し込んでいった3号艇北村ねね、サッシャンドル届いたか、3番手走る2号艇水口の懐、へさきをかけてくる3号艇北村ねね、レースは2周2マークへと移ります。先頭は4号艇渡辺真奈美、2番手5号艇米丸の絵、3番手絞る2号艇水口を内から潜り込んで3号艇北村ねねが手を並べていくか、しかしここもこらえて踏ん張って2号艇水口由紀3番手をキープ、上位体系4番5番2番、最終周回に入っています。センターアウト勢がスタート優勢、角4コースから2段幕に見事に決めた4号艇渡辺真奈美先頭、5号艇米丸の絵が2番手、3番手は2号艇水口由紀がここで少しリードを広げたか、上位体系は4番5番2番の体勢となっています。このままで決まると3連単4号に80倍ちょうどとなっています。ラストコーナーからホームストレッチ、まずは豪快に白星発進は4号艇渡辺真奈美、5号艇米丸の絵が2番手、2号艇水口由紀3番手、4番5番2番でゴール、先頭4番渡辺ゴールイン、2番手5番米丸ゴールイン、ゴールイン3番手2番水口ゴールイン、3番北村ゴールイン、1番清水ゴールイン、ラスト6番大広ゴールインです。